ハード面としては靴の中に曲げると曲がってるよっていう数値を出してくれるセンサーが3本あります。そのセンサーの値っていうのが、シリアルって呼ばれるもので、それをパソコンに送って解析をして、それを音の信号に変えるのが、一連の流れです。曲げの値だけだとやっぱり音楽を作るっていうのは難しいので、それでどうやって気持ちいい演奏をするかっていうことを、ソフトウェアで、ちょっとずつ作っていくっていう感じですね。ただ、最初からやっぱ懸念してたのが、作ってデバイスとして出来上がっても、それを誰かに渡して我々がその望んだ通りにできるかなっていうのが最初から心配でした。ミュージシャンが楽器として使うっていうことになると、そこはまた一つ難しさがあって、大丈夫かなと思って最初弱気でした。最初に触った時は思ったよりこう難しかったから、かなりやっぱり自分で演奏してるのとは曲げ具合が違うんですよね。こんなに曲げるかみたいなことになったりとか、でもいろんなこうことがこうだんだん良くなっていくっていうか、この性能がガンガン良くなって、その反応とかもガンガン良くなっていったのとか、例えばなんかトランペットの音がふわーとかいう出るやつも、曲げて音程が変えられる。ただ曲げるだけじゃなくて、その曲げたまんまこう斜めにしたりとか、こう、ね、そこでまた音がなんかすごい変わったりとか。あと加速度センサーで今エフェクトフィルターがかかったりとか、ね、なんかすごい不思議なこう楽器っていうか靴だなっていう。ちょっと練習が必要になってくるところがあるんですけど、これじゃ演奏できねえよみたいになると、ちょっとでもそんなこと言われてもってなっちゃうんですけど、そこはハイファナが結構面白がってやってくれたのがすごい良かったなと思って。練習何回も繰り返したらだん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 その慣れてだから、そんな感じでこうなんか面白くなってきたみたいな感じはありました。やばいかなりね、センスのいい変態チームでしたね。やってみて、なんかハイファナが楽しかったなと思って、本当にこういうのってもうその演奏する人にかなりかかってるというか、これを楽しんでちゃんと音楽を作るのに使ってくれたっていうのが、僕はすごい楽しかったですね。あれをハイファナさんに演奏していただいて、スタッフの方も実際触ってもらってすごく喜んでくれて、それを見てるのが一番嬉しかったです。